皆さんこんにちは、ポチです。今日はレーズンパンを焼きました。じゃじゃーん。これもね、めっちゃ美味しくできたんで、ぜひご覧ください。それではどうぞ。ではまず最初にレーズンを湯通しします。水気を切っておきます。はい、では今日も始めていきます。今日もお塩後入れ作戦です。強力粉、きび砂糖、イーストが入ってます。そこに40度くらいに温めた牛乳を注ぎます。はい、で混ぜます。この前こんな作り方してよかったからね。はい、 OK。 そしたらここに残りの強力粉とお塩を入れます。そして混ぜます。そしたらこれをこねていきます。お、今日もこねやすいです。いい感じ。今日はなんかすごい水分量が多いね。うちの測り壊れてんのかな。でも最近ね、同時変更になってきたよ。よいしょ。はい、結構いい感じにこねられました。はい、今日もプリーンってしてる。かわいい。広げてバターを練り込んでいきます。これ結構ね、好きやねん。はい、生地に馴染んできました。こねやすいよ、めっちゃ。今日もイーストが暴走する予感。めっちゃ気持ちいい、癒し。おい、綺麗にできました。またこれをね、広げて今度はレーズンを、はい、練り込み作戦。よいしょ。あ、飛び散った。よいしょ。そしたらレーズンが生地にね、馴染んできましたので、めっちゃ熱い生地をしっかり張らせて、レーズンが馴染んだ生地が出来上がりました。はい、ではこれを一次発酵させます。それでは50分後にまたお会いしましょう。はい。まためっちゃ膨らんでる。じゃーん、すごい、パンパン。こんなにも膨らみました。ではガス抜きをしていきます。すごーい。うん、あ、いいね。今日も絶好調です。はい、今日もプリントしております。うん、そしたらこれを6等分します。すごい弾力。パン生地ってやっぱめっちゃ可愛いね。はい、そしたらこれをね、丸め直しまして、可愛いね。綺麗に丸まりました。はい、ベンチタイム15分です。濡れ布巾をかけて、はい、おやすみ。では15分経ちました。じゃーん、おー、ふわふわ。そしたら形を作っていきます。ピューって言った今。ちょっと伸ばしてね、丸めるみたい。こうやってね、ちょっとここをね、ピタッとして、こっちも閉じます。こういう感じみたいよ。かわいい。
後の1個です。この作業5分ぐらいでできた。めっちゃ早い。できました。うーん、一気に6個焼くのは無理かな。ちょっとこのまま様子を見ます。二次発酵、はい、40分です。おやすみ。お待たせしました。40分経ちました。オープン。おお、膨らんでる。これめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いね。ちょっとでも一気に焼くのは危険やから、3個ずつにしようかな。よし、そしたらこれに切れ目を入れます。ナイフがないから包丁でいきますね。こういう感じでいいんかな。でもレーズンパンってちょっと開いてるよね。はい、いけました。そして卵液を塗ります。わあ、こんなんやった。ちょっとつげすぎた。めっちゃ久しぶりやわ。バターをのせます。うん、めっちゃいいやん。そして白いお砂糖をまぶすと。グラニュー糖がまあいいんやけど、うち今ないからもうこの上白糖でいきます。よし、できた。これで焼いてみよう。はい、 OK。 かわいい。これがさ、なんかすごい綺麗に焼けそうな気がしてるんやけど、レーズンパンめっちゃ好きなんですよね。楽しみやね。では200度で25分焼いていきます。いってらっしゃい。はい、皆さん焼けました。わー、ふわーって広がってる。ちょっとここで冷ますわよ。では早急に第2便も行ってまいります。はい、第2便も焼き上がりました。かわいい。熱いよ。すごい、いっぱい焼けた。ちょっとだけ粗熱取ったら、早速このちっちゃめのやつを食べてみようと思います。いい匂い、うん、めっちゃ嬉しい。ちょっと冷めて持てるようになったから食べてみます。ちなみに裏はこんな感じ。いただきます。最後にのせたバターと砂糖がめっちゃいい感じ。美味しい。すごい、生地もほらふわーってしてる。うまっ。めっちゃ美味しい。止まらん。なんか切り込みの加減は難しいかもね。これもだってもう多分切り込み入れすぎてすごい開いてんもん。今日も成功しました。家でこんなパンまで焼けるなんて感動やわ。2個食べちゃった。いや、美味しい。まあ多分な、一気に全部食べれんねんけど、ちょっとそれはあかんから、あともう1個ぐらいにしとこうかなと思います。パン作りもハードル高いと思ってたんやけど、意外といけんね。ほんで、あの2回目に焼いたやつ、二次発酵時間が多分1時間ぐらい、1時間以上かな、あったと思うんやけど、全然問題なく焼けました。結構ざっくりでもいいやね。まあ自分が食べるパンやしね、爆発しようが膨らまなかろうがいいんやけどね。また近々なんか新しい初挑戦のパン焼こうかなと思います。いや、美味しかった。はい、ごちそうさまでした。今日の動画はこれで終わりです。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまたねー。